トドルジフコフ、トドルフリストフジフコフ、1911年9月7日から1998年8月5日は、ブルガリアの政治家、ブルガリア共産党書記長、国家評議会議長、閣僚評議会議長を務め、ブルガリアの最高指導者として35年の長きに渡り君臨した。近くの小さな村の貧しい家庭に生まれた。 青年時代に職を求めてソフィアに移り住んだ。そこでマルクス主義者となり、1932年正式にブルガリア共産党に入党し、コムソモールの一員となった。第二次世界大戦時はナチスドイツに対するレジスタンス運動に加わり、戦後はブルガリア人民軍司令官として帰国した。その後、ブルガリアは王政を廃してブルガリア人民共和国となり、 事実上、ソビエト連邦の衛生国となった。1951年に、ブルガリア共産党の政治局員となり、1954年3月に、当初基長に就任する。1962年には、ブルガリア人民共和国閣僚評議会議長、首相を兼任。1971年7月7日からは、新設のブルガリア人民共和国国家評議会議長、 国家元首を務める。ジフコフはソ連と友好関係を保ち、ソ連の支援の下で農業国ブルガリアの工業化を推進した。しかし、1980年代に入ると工業化による経済成長は頭打ちとなり、経済は停滞し始めた。1982年、ジフコフは企業の独立採算性の容認や西側の 外資導入などの経済改革を図るが、その一方で1984年には、ジフコフ政権の体制は強化され政治改革は進められなかった。同じ1984年には、ジフコフ政権はトルコ系住民へのスラブ名強制などの民族同化政策を行い、トルコ系住民の反発を招いた。さらに1989年になるとジフコフは、 トルコ系住民をトルコに追放したため、それによる労働人口の減少などを招き、ブルガリア経済の悪化、国内の不安定化、国際社会の反発を生んだ。また、ジフコフはまだ三十代だった息子のウラジーミルを、党の養殖に尽きるなどの遠故主義に走っていった。1八十九年は、ハンガリー、ポーランドなどの東欧諸国の民主化が始まっており、十月には、 強権的だった東ドイツのエイリッヒホーネッカーも失脚していたが、ジフコフは1987年にソ連のペレストロイカに表向きは賛同したものの、実際には全く改革を行わなかったため、党内からもジフコフへの不満が渦巻き、ソビエト共産党のミハイル・ゴルバチョフ書記長も、ジフコフには冷淡な態度を取るようになっていた。これに危機感を抱いた政治局員、 外省のペータル村でノフは、ジフコフ批判の初夏も発表て辞任した。これをきっかけに、党内では、ジフコフオロシカの動きが強まり、政治局員のヨルダンヨトフ、当初期でソ連とパイプを持っていたディミタルスタニシェフ、古参党員で、政治局員のブリジュロフ国防省らがジフコフに、退陣を迫った。ベルリンの壁が崩壊した11月9日についに、ジフコフは、辞任を表明。 村デの府が政治局員の推薦を受けて後継の当初機長に就任した。ジフコフは続いて11月17日に国家評議会議長も辞任した。さらにジフコフは党を追放されて自宅軟禁された上で公金横領罪で起訴され、1992年に懲役7年の判決を受けた。1998年8月5日、86歳で死去した。 ジフコフは良くも悪くも、ブルガリアを発展させた人物であることは、間違いない。もともと、典型的な農業国であり、ヨーロッパの最貧国の一つでもあったブルガリアを、ソ連の支援のもと、ある程度の工業化を果たした。その結果、高失業率に悩み、他国に出稼ぎに行かなければ生きていけなかった、ブルガリア人は、共産主義政権のもと、 国民全員が最低限の生活を保障されること、とった。しかし、ブルガリア経済は共産党の崩壊後、1989年から劇的に縮小。特にソビエト連邦を中心とした東欧の市場を喪失したことは大きな打撃となり、生活水準は1989年以前の約40%にまで落ちんだ。さらに、 ユーゴスラビアに対する国連の経済制裁は、ブルガリア経済に、さらなる打撃を与えた。1994年には、国内総生産の成長とともにインフレーションを抑制するなど、回復の兆しを見せたが、1996年には、貧弱な経済改革や、不安定な銀行システムにより再び悪化し、金融危機に陥った。そこに追い打ちをかけるように、 ロシア財政危機が発生し、ブルガリアへも波及したことから、国内では失業者が増大し、生活水準も低下した。その一方で、小、オリガルヒとも言うべき財閥や、大地主が誕生し、貧富の差が急速に拡大した。また、治安の面でも、社会主義時代とは、比較にならないほど悪化した。ロシアンマフィアがブルガリアにも、勢力を伸ばし、 組織犯罪のネットワークが張り巡らされ、麻薬などの禁製品の密売や、女性の人身売買が行われている。過去10年間で、マフィア関連の殺人事件や、政治的暗殺の犠牲者は100人以上にも上り、首都ソフィアでは、白昼堂々と殺人が行われたケースもある。このような現状から、ブルガリア国内で、近年、 ジフコフの再評価や社会主義時代を懐かしむ声が急速に高まっている。1969年にジフコフ率いる共産政権に反対してイギリスへ亡命し、以降 BBC ワールドサービスなどでアナウンサーとして働き、ブルガリアの政権を非難していたゲオルディ・マルコフが1978年にロンドンで理心を仕込んだ弾丸を撃ち込まれて毒殺された。 この事件はジフコフがソ連のユーリアンドロポフ書記長に依頼し KGB の支援を取り付け、ブルガリア内務省のエージェントが行った犯行だと考えられている。共産主義国の指導者でありながら、資本主義国であり、アメリカの同盟国でもあった日本に親近感を抱いていた。1970年の大阪万博出席のため初、訪日していこう。 日本の経済発展に強い感銘を受け、その後も2度、合計3度訪日したほか、有力者を次々に訪日させ、日本ロビーを形成した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。